モハメド・アミン・シェルミティは、チュニジア出身のサッカー選手。ポジションは FW。アミネ・シェルミティとも表記される。17歳で、U、U-21 チュニジア代表入り。2007年5月には、フル代表に招集され、初出場で、初ゴールを挙げた。アフリカネーションズカップ2008に選出された。2007年のカフチャンピオンズリーグでは、 エトワール・サヘルの攻撃を牽引。3連覇を狙うアルア・アハリとの決勝戦セカンド、レグの後半ロスタイムに決勝ゴールを決めるなど、得点ランクに位体の大会通算8ゴールを挙げた。フィファクラブワールドカップ2007では19歳ながら、チュニジアの新星として注目され、準々決勝パチューカ戦、準決勝ボカジュニアーズ戦、3位決定戦、ウラワレズ戦に、 フル出場。浦和戦では、後半30分に、同点ゴールを決めるも、PK 戦で破れ涙を見せた。2008年8月に、ドイツ分でスリーガのヘルタベルリンに移籍。2009年8月、サウジアラビアのあるイテハドに1年間のレンタル移籍が、決定。2010年7月、スイスの FC チューリッヒにトライアルを経て4年契約で、移籍。 2016年1月29日、フランスのガゼレク・アジャクシオに1年契約で移籍。2019年8月、インディアン・スーパーリーグのムンバイシティ FC に加入した。トヨタ・プレゼンツ、FIFA ・クラブ・ワールドカップ・ジャパン2007試合速報。日本テレビ。2020年2月7日閲覧。ムンバイシティ、サインカフ・チャンピオンズリーグイナー。 アミーネシェルミティ・インスタニング・クー。インディアン・スーパーリーグ。2020年2月7日閲覧。ありがとうございます。